ようこそ in 公園通り。朝です。そう、朝なんです。旅立ちです。中、あ、そうか、ごめんなさい。さあさあ、切符ならあります。2枚。これ人間の切符、動物ダメ。どうして？ムーはムササビ、人間と同じ生き物なのに。え、確かに。でもダメはダメ。なぜ？なぜって、あのね、規則でそうなってんの。規則？おきてのことね。おきて？びっくり。まあね。おきてだって変わったおきてね。人間とムササビに差があるなんて。なるほど、確かに。違う！決まりは決まり。決まりか。はい。郷に行っては郷に従え。母君様の追いつけ通り。ここはするっきゃないかもね。うん、ガンバ、飛行練習気分よね。オッケー。でもこれって宿題戻してくれんのかな。あ、大変。ムー、退却撤退、退去撤収、とにかく戻って。もう前方確認、前方不注意、手が一緒。ん、あ、うわ、
が東京にいっぱい走ってたらきっと東京って真っ黒けよね。あ、何その顔。長いトンネルをいくつも抜けると電車に乗り換えていました。私が生まれる前からあったのになぜか新幹線。そしてムーはその日時速200キロ、多分世界で一番速いムササビだったでしょう。芋付きだけど。あの、あの、はい、ここ空いてます。え、あ、どうぞ。どうも。あの、あの、聞かないで。何も、私追われているわ、多分。はあ、わかる、家出しちゃったの。きっとみんな追いかけているわ。あの、え、何も聞いてないのに言っちゃってる。え、な、何を。家出したって。え、あ、それ秘密。ごめん、内緒にして。はい、私も似たようなもんですし、秘密は誰にでもあるでしょうし。あなたも家出。はい、似たようなもので、里出かな。里出。はい、で、私、陽子、太陽の陽。私、咲。これから先のことは分かんないの、咲。よろしく。私、女優になるの。東京へ行って。私も、東京に行くの。シンガーになりたい。それ知ってる、おばあちゃんのおミシン。お裁縫は手縫いが好き。シンガーは歌手、ブロードウェイの。それって知ってる。すごい。外国、海の向こう、ニューヨーク、輝く明日。で、当てはあるんだ。当て？ほら、プロダクションとか放送局とか。はい、ない。ない。だからとりあえず東京。とりあえず？はい。同じ。はい。当てないんだ。私、だからとりあえず東京。でも、決まってる。え？サキさん女優、私、シンガー。なることに決めてる。なるっきゃない。で、はるばる来ました、東京駅。人がいっぱいです。誰も見張ってない。どうして？だって私家出だもん。必ずみんな探しているわ。それにね、私ってどっちかっていうと美人でしょ。え、うん、かわいいけど目立っちゃうでしょ。そうかな。誰か、この人探してますか？誰も探してないみたい。そう。うわあ。で、当てがない私たち、やってきたのは渋谷の公園通り。ここへ来れば何かに会えると、サキさんのデータブックに書いてありました。もしかしたら、ここが私たちのステージになるのかも。うん！よっきゅん！よっきゅん！君こそスターよ、ナイスよ、グッドよ、かなりのもんよ。私、自信ないし。自信なんかそんなもんたっぷりよ。出るとこ出てるし。もう十分十分。あれよ、タレントになりたきゃ公園通りにおいで。スカウトマンがあなたを待っています。ただしあなたが魅力的ならですけど。ねえ、あれよ。ということはあの人魅力的なのね。あなたがキュートなら何度も声かけられてるからわかるでしょ。そりゃまあね、うん、個性の時代だから。じゃ出ちゃおうね。あなた明日のアイドルよ。てなわけでさ、気が向いたらここに連絡してね。一応もらっとくけど。じゃあね。ね、やっぱりここでスター誕生よ。ね、はじめまして。あ、なんだ？スカウトしてください。あ？私シンガー、サキさん女優。なりたいんですけど。あのね、お嬢さんいくつ？18歳以下？はい、たっぷり18歳以下です。わお。あとおちょくってんの？俺は未成年を使って警察行きはごめんなの。はあ。もう見せ物じゃないんだから、行って行って。邪魔邪魔。うん、た
くもん。スカウトされたいのになぜかな。きっと目立たないんだわ、この通りでは。私コートを脱いじゃう。目立つと見つかっちゃう。家出探し多分大丈夫。私十分目立つと思ったけど、ここじゃどうってことないみたい。ではでは目立っちゃおう。がきっと声をかけてくれます。1回目はなかったね。風船、ママ風船。なんです、たかが風船でしょ。また買ってあげます。あー、ダメ、あれでいいのに。僕恥ずかしいでしょ、静かにして。たかが風船でしょ。たかが風船でもやっぱり風船。む、頼んじゃう。む、なんかプロ。まだ仮面だけど。むやっぱり仮面。お、大丈夫よ、風船オーライ。泣かないで、今持ってく。はい。本当これ。やるな、なかなか。え、君たち面白い。はあ、俺特大寺ゆうたか。また会う日もあるだろう。Maybe tomorrow。 知り合い？今、あれ？あの人の落とし物。学生手帳。ああ、16歳っていうことは、あの人無免許。友達んだ、預かるよ。はい。それから、はい。なんか愉快だね、君たち。じゃ。京子って知らないの？今一番売れてるアイドル。アイドル？そう、ホッキャン。へえ、あれがアイドルなのね。すっごい。すっごくお化粧濃いんだ。お化粧濃い。こんにちは。こんにちは。サインしてあげましょうか。うどうして？どうしてって、私のサイン欲しくて来たんでしょ。いいえ、アイドルを見に来ました。アイドルって何か知りたくて。サキさんがホッキョンさんはアイドルだって。アイドルってサインしたがっちゃう人だったんですか。何をわけのわかんないことごちゃごちゃと。正直にしなくっちゃ。なんなのよ、私をなんだと思ってんの。私を叩いたのに謝らない人だ。今日はやめ、私帰る。そんな、スケジュールが。スケジュールなんて知らない。どうしてくれるのよ、この落とし前。つけようがねえな、この落とし前は。先に手出したのはあんたんとこの甘っ子だ。目には目を、歯には歯を。
これが道理ってもんです。うちは星花京子ですよ、アイドルですよ、タレントですよ。いやいや、この方誰だと思ってるんで。渋谷活性会会長渋谷長五郎、登録番号893、通称渋長だ。この方のグッグ渋長、あの有名な渋長じゃねえ、本店の社長だ。まあ硬くならねえで、ここはアイラブ渋谷で仲良くやってください。有名なんですね。渋谷の正義と真実のためです。なんとなく目立ってしまったみたい。なんかちょっと違うような気がするけど。3回回ったね。うん。それじゃ名刺渡しとくから。信号変わっちゃうから。じゃあね。電話してよね。やれやれと来たもんだ。ん？ん？あ、まだいたの？名刺ください。スカウトしてください。子供はダメって言ったでしょ。ダメって思いません。あのね、俺がスカウトしているのはあれなの。おっきい。ビデオなの。ねえ、できると思う？うん、無理みたい。あれにはまだまだ勝てそうもないし。でも、私やるのは歌です。サキさん女優です。名刺ください。まいったね、こりゃ。まあ、名刺はばらまきましたがね、ろくなのいませんよ。ああ、変な子供がいましたが、言ったら追い返してください。ああ、それなら来てるよ。いいんじゃないの？別にこっちが金出すわけじゃなし。ん？うん、もちろん裸になんかしないよ。歌と芝居、俺たち夢を売る商売だから、この子たちの夢付き合ってやってもいいんじゃないの？付き合うだけならね。付き合うだけね。ネオンが泣いてるぜ。あなたってさ、どっから来たの？それ、秘密です。秘密、誰にでもあるもんね。はい。でもどうしよう、今日寝るところ。母君様、いろんなことがありました。あんまりいっぱいいろんなことがあって、もう日記を書いてる暇にいろんなことやった方がいいと思うんです。だから今日の始まりは私の日記の終わりにします。まだ起きてるんだ。はい、日記です。すごいんだ。ですか？もう書かないけど。わー、綺麗。星、田舎と同じくらい見える。はい。あれ、知ってます？ん？3つ並んでいる星。うん。願い星、叶い星、そしてスター。私たち？そう。色歌声はバイエルで、私歌います。